ベース忍者 TV 開局2日目になりますが、ベース忍者 TV 開局して初めてのゲストですね。はい、この後ちょっと対談の方、いろんな方控えているんですけど、今日は記念すべき初めてのゲストということで、もう本当に私がもうお話ししたかった方の、最もお話したかった方の一人ということで、今日は田端さんに来ていただいております。田端さん、今、昨年お会いした時はアウトブレイクの店長代理でしたけども、今はなんて説明すればよろしいですか？ああ、いや、本当に、職業は、はい。もう、ほぼないです。はい、はい、はい。うん。はい。バンドの人だと、よかったんですけど、それも今、ないので、はい。田端です。はい、どうも。ちょろっと手短に説明すると、昨年対談一つ取ってるんで、そこに結構詳しく、テキスト的にも書かれているんですが、でもともと、残響ショップ、渋谷の残響ショップの店長で、ご縁がありまして、私、そこで残響塾っていうのを1回だけやらせていただいて、インディペンデントミュージシャンのサバイバルセミナー的なものをやらせていただいたときにお会いしまして、でそこで縁がつながりまして、年に1回アルバムが出るたびにインスタライブをさせていただきました。で、その後に、田畑さん、お辞めになって、五反田のベースメントというところに移動された際に、2、3度イベントをご一緒させていただきまして、その時に、また対談させていただき、で、その後また数年後に、別件で対談の依頼を渋谷の三角という今は亡きライブハウスいただき、で、対談させていただいて、その後私は新しいアルバムのレコーディングで少し日本を離れまして、で、その後またその日本のアルバム、日本に帰ってきて、またその新しいアルバムを作ってる時にもう一回再開して、で、リアルであったのはそれが最後ですか？そうだと思います。2020年の2月です。2020年の2月ですね。年ですかね。日本2月。21は、あれ？去年どっかは、でありました？去年。アウトブレイクどっかで失礼しました。で、はい。直近が飛んでる。そうですね。そうですね。そう、まさに対談の前に1回お会いしますね。で、昨年の 最も直近が飛んでる。で、2021年か、2021年の11月にアウトブレイクでライブさせていただいて、その時にまた再会した。そうですね。リアルでお会いしたのはその時は最後ですね。はい。というわけで、昨年の11月以来で、私、その後ね、店長変わりまして、新しい店長になってるんですが、まだちょっと私、ご縁がなく、ライブできてないんですけども。どうですか、昨年の11月から8月まで、まさに公私問わずいろんなことありましたけれども、田端さん自身の変化などは何かいろいろありましたか？そうですね。大きな変化といえば、まずそのアウトブレイクを、やるというところです。今、新しい店長に引き継いで、円満にというか、続けたかなと。私個人の話で言うと、その入社した会社を3日でやった。3日、でもとりあえず3日まずいたんですね。はい、行き新しいまし会社に3日いて。た。はい、もちろん。3日行きました。で、3日目で、退社をしまして、その会社の、事業内容は、ちょっとご説明できないんですけども、私が退社した理由として、朝起きれないから、つって、辞めさせてくださいと。はい。毎日続くのはちょっとしんどいなということを赤裸々に伝えたところですね。ないね、というところで。それ納得してもらったんですか？そうですね。向こうも理解のある方で。で、今、アルバイトをしながら、ホストと生きておりますというところ。わかりました。じゃあ、あれですか、もう3日で仕事辞めて、で、もうすぐに次のアルバイトは見つけられたんですか？そうですね。というか、もう保険をかけてたと言いますか。なるほど。無理ならここっていうところをもう同時並行して、結構ね、慎重な性格なんですよ。いろいろ 職をしてるんですけど、実は、安定感がある生き方をしてると自分では思う。にはそう見られないんですけど、はい。私とある意味逆、真逆かもしれないですね。そうです。本当だから、かげろうさんは、すごい、ギャンブラーかなと思う時もありますけど、よくそこに直感で突き進めるなというところはありますけれども、はい。わかりました。ありがとうございます。で、バンド活動をそれでもしばらくされていて、モラストシズム
さんですね、はい、やっていて、で、先日8月6日にライブを予定していたんですが、はい、それがまあ、キャンセルになったんですよね。これはなんか どういう理由があったんですか？これはもう、今流行りのですね、はい、コロナウイルスに罹患したので、まあ、うちの相方、ボーカルの方が、はいはい、マリエが、はい、その当時、まあ、コロナに罹患したので、ちょっと出演できないと。はいはい、本当はそのバンドセット、まあ、2人組の今、状態だったんですけども、はい、まあ、ベースとドラムも入れて、4人編成のバンドでやろうという話だったんで、はい、まあ、なんだったらインストでも出れたらいいかなという考えもよぎったんですけど、はい、まあ、ちょっとその、やっぱり歌物ユニットというところで、はい、あんまりちょっとお見せできないものをね、外に出すのもどうかなという、ちょっと結論に至ってしまったというのをさせていただきました。うんうんうん、はい。で、まあ、あとはまあ、じゃあちょっとその続きで話をし、はいと、はいはい、その直後というか、まあ、ほんとつい最近発表になったんですけど、はい、そのモラスとシズムという、僕が、立ち上げて7年ぐらいやってたんですけど、はい、まあ、そこからその2人、マリエ、ボーカルのマリエと、はい、私、田畑が、バンドを脱退すると、はいはい、いう発表をさせていただきました。はい。はい、なので、バンドには誰もいないという、あ、そうか、あとの2人は、サポートです。サポーターですね。はい。はい、うん、サポートだったんですけど、はい、なので、0人のバンド上のが、うん、つい本当に3日前ぐらいまで1週間ぐらい続いたという感じですね。その発表から1週間ほど、不在、うん、メンバー不在の状態が、はい、1週間続いたというところです。はい、なるほど、はい。で、今も不在のままなんですね。で、いや、実はですね、その、水曜日に、はい、水曜日に、一応、我々が細々、誰が聞いてもわからないラジオなんですけど、はい、そこで一応、さらっと発表して、はい、マリエ・タバタが脱退したところにですね、はい、テンという、数字の10って書いて、テンと、はい、人物と、はい、あと、ラキューという、人物が、はい、参加すると、参加というか、加入するというお知らせをいただき、はいはい、で、現在、2人組になっていると。テンと、その、リナキューさんという人は、パートは何なんですか？パートはですね、実はもう本当に、田畑とマリエと全く同じでですね、そういう、まあ、プログラミングとかとボーカル、そうです、あ、なるほどなるほど、はい、が加入するというお知らせですけど、はい、で、まあ、これも実際まあ、ぶっちゃけると、はい、名前変えて、はい、加入脱退加入という茶番をただ1週間だけやったっていう、それだけの話なんです。はいはい、ちょっとこうやって言語化するとすごく恥ずかしいんですけど、うん、そうです、なんか、うん、すいません、なんか言語化する現場を作ってしまって、特に隠すことも特にはないんですけども、はい、まあ、そういう流れになりました。はい、はい、なるほど。まあ、特に、まあ、全然そんなね、なんですかね、そんなすごくすごく掘って何か出てくるような感じかどうかもちょっとわからないので、とりあえず、まあ、テンって聞いたときに、ああ、なるほどねと思ったんでね。まあ、そうです。テンって、まあ、ね、田畑さんのね、はい、コードネームのような、ね、はい、まあ、そんなワードなんで、まあ、そうですね、まあ、田畑さん、はい。はい。で、まあ、マリエがリナ Q になったんですけど、はい、まあ、でも、今話しながら、ちょっと実は、なんだろう、今回のもしかしたらテーマにしてもいいかなというような、実はちょっと、ひらめきではないんですけど、質問、はい、その辺ちょっとかげろうさんにもお伺いしたいなと思うんですけど、はい、もう実は掘り下げても何も出てこないっていうわけでもなくて、この回、実は結構そのノリとしてはすごくさらっとやったんですけど、はい、むちゃくちゃ重要な決断だったんですよ、うちらにとって。はい、で、それは何かっていうと、結構これは具体的な話で、今相方のマリエというボーカリストが、はい、そのマリエの活動に
モラスとシズムがそぐわないっていう話だったんですよ。モラスとシズムというものが、そのマリエという人物がこう活動する上で、うん、なんかちょっと異質すぎると。なんかそのマリエのなんか違った一面として、モラスとシズムというバンドをやってますというような、今までまあ立ち位置で何かこう活動しようとしてたんですけど、うん、まあ、やっぱりちょっと暗いと、そのモラスでよくわからんと、うん、ちょっとアングラすぎると、うん、で片やマリエというのはもうちょっと明るくて、うん、でそのタレント活動もやってたりするし、そういうちょっとお下品な話も楽しんでできるみたいな、そのキャラクターがあって、うん、でそういうキャラクターとちょっと相入れないで、相入れないんだけどそういう一面もあるよという見せ方をしようと思ってたけど、どうにもやっぱりそのマリエというものを好きな人にとってはあまりその興味を示されないし、でモラスのことを知ってる人にとってもマリエというそのタレント活動をあまり受け入れる人がそんなにいないのかなみたいな。でお互いにとってそんなに重要なその何と言いますかね、モラスにとってもマリエにとってもそんなにプラスにならないんじゃないかと思って、でこれは実は田畑にも言えることで、結構その私自身の話として結構皆さん田畑に興味を持ってもらったりするんですけど、あまりバンドそのものにはそんなに興味持たれてないのかなというのが、まあ、7年やっててやっぱひしひし感じるところではあったんですよ。で、であればなんか田畑も別にモラスをやってることからなんかちょっと切り離しても面白いかもしれないと思って、でモラスとシズムにはなんか架空の人物じゃないですけど、まあ、もう別に公言して僕らはがやってる、田畑が一応やってるのままでいいんですけど、ただちょっと自分たちの精神衛生上でもなんかまあ、あまり自分たちからその告知を、打たずに田畑もマリエも、まあ、やるんだけども、ちょっと一線を置いてた方がなんかこうちょっと他人事みたいな、そのゲームのキャラクターみたいに思ってその何かこう発信すると面白いんじゃないかなという、割と前向きではあるんですけども、そういったことで、解明をしたと、まあ、でそれが一回その見せ方として脱退して新しい人が加入しましたよという、一応筋書きというかを皆さんに共有できたらなと思ってのことだったんですよ。で、何かその今の時代何者 にでもなれるようなっていうのは、まあまあまあ、ずいぶん前からその SNS が出てきてからいろいろ言われてますけど、僕とかかげろうさんは結構顔を普通に出してるじゃないですか。はい。でもう自分でしかいられないわけなんですけど、その中でその架空の人物に対するちょっと興味というのがここに来てちょっと出てきたって感じですね今。で影朗さんはその逆にそういうことについて、まあ、今沢影朗というキャラクターが、はい、影朗さんの中にもあって、はい、アーティスト今沢影朗というそのキャラクターをご自身が俯瞰で見て操作してるのか、自分が主人公になってプレイしてるのかとか、そのまあゲームで例えて恐縮なんですけど、はい、まあ、そういったその、お話をちょっとなんかこう聞けたらなという発信の仕方について、ちょっといろいろお話ができたらなと今ちょっと思いついたんですけど、はいはいはい、だらだらと今思いついたこと話したんですけど、はい、一つ確認をしたかったのが、はい、まあ、本業のタレント活動と、はい、このバンド活動がキャラクター的に、まあ、そぐわないっておっしゃったんですが、うんうん、何なんですかね、そのそぐわないというのは、うん、本人、まあ、その本人 その存在をね、自分がその存在をこう俯瞰してみたときに、はい、その組み合わせを美しいと思えない、うん、くて切り離したのか、あるいは他の人の評判が、うん、
あまり良くないとか、化学反応、他の人の反応を見るにつけ、化学反応が起きているように見えないから、切り離したのか、まあ、それ多分今、お二方で行動して、お二方ともその考え方、それぞれ違うと思うから、だからそれぞれの、その自分の美意識の問題なのか、周りが呼んでいないからなのか、そのなんか度合いというのは各人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、そこがちょっと気になったというか、それがまず疑問点として一つ。で、あとは、名前を変えてまでもう一回やりたいっていうことは、やりたいって言ってやってるってことは、音楽活動をしたいという気持ちはあるということですね。僕は作り続けたい。で、だけど、自分の名前で活動をするときに、自分を応援してる人が、こちらを応援してくれる気がしてる感じがしないということで、別のキャラクターを作るっていうのが、自分にとってのその美しさとか美意識ありきなのか、周りのリアクションありきなのか、周りの人の承認が弱いからっていうことありきなのかっていうのが、多分ちょっと分岐点かなと思うんですよね。で、私に関しては、そもそも自分、まあ、今年でちょうど音楽活動40年目なんですが、自分を俯瞰してみたときに、美しくないことはしないんで、逆に、今回のベースインザ TV もそうなんですけど、なぜ私がテレビ局になるのか、テレビ局にチャンネルをもらうとか出してもらうじゃなくて、なんで私がテレビになるのかっていうことなんですけど、それは普通に考えたら、いや、費用対効果かとか、アクセス人数が YouTuber とかにより低いのにとか、多分いろんな言い方あると思うんですけど、それは他人の話じゃないですか。で、自分の美しさ、自分の美意識がどうなのかって俯瞰してみたときに、日本テレビがこれだけの予算があって、これだけの人が見てるっていうのと、今更かげろうが今この瞬間3人しか見られてないっていうのは知ったこっちゃないんで、自分が映って、しかも私は何だろう、その瞬間の人数が少なくても積み重ねていく、模様のように積み重ねていくことに美しさを感じているから、もうこれバンバン自分の毛穴から出てるものはもう隠すことなく全部出していくんですけど、で、自分をチャンネルで分けて、で、今、田畑さんとお話しされてるのも、もう一つ。で、それ以外に企業案件入ったら企業案件も入れる。で、もう、とにかくいろんなものを全部組み込んでってるんですけど、そこにはもう、基本的には、カットっていう概念がなくて、もう、発信していい情報っていうのは全部包み隠さず出していく。で、大手に比べたら無駄が多いんじゃないかとか、なんとか言う人がいたとしたら、いや、嫌なら見るなよって話なんで、嫌 ならとっとと閉じてくれって話なんで、もうこれ知ったこっちゃないんで。積み重ねていく美しさっていうのに美を、こっちは美を見出してるんで、で、それはもう他人ありきじゃないんで、私に関してはもうそもそも他の人がっていうのがもう全く関係ないので、自分が美しくなかったらもう即やめるっていう感じなんですね。なので、もちろんそうじゃない考え方の人もいると思うし、いや、結局営業成績がっていうことで考える人もいると思うから、まあ、それはいろんな価値観だと思うんですけど、今、二方のや、あの、その行動の中で、私の中でちょっと、疑問っていうかね、素朴な疑問としてあったのは、どっちなんだろうっていまず、モラスって2人組なんで、お互いその考えてることっていうのは違うという、その見立てっていうのはもう本当にその通りなんですけど、ことマリーに関しては本人が今いないんで、なんとも言えないけど、なんとも言えないというか、僕から見た、マリエが、例えばその活動がそぐわないとか、相入れないとか、いまいちこう、あんまフィットしない。で、それは他者の視点が気になっているからじゃないかっていう話だとは思うんですけど、それはもう僕もそう思うんですよ。で、実際やっぱりそういうワードが出てくるし、そのファンの人がやっぱモラスになってくると戸惑っちゃうとか、それをやっぱ上げるんですよね、理由に。で、それは、そうかってぐらいで マリエがそう思ってんだなっていう。で、じゃあそれによって、じゃあモラスっていうものをなぜ変えようとしたのかっていうのは、僕自身が、その、マリエとも、カゲロウさんとも、これあんま違うんですけど、
作ってるものに関してはもう自分主導で作ってたりするので、なんかそこには揺るぎない自信はあるんですよ。ただ自信はあるんだけど、それがじゃあ俺が作ってますっていうことにそんなに意味を感じてなくて、なんかその作品が世に出る方法を変えるのに興味があるというか、その作ってるものに関するその熱量とかクオリティみたいなのは、まあクオリティは上がっていってると思ってるんですけど、あの熱量に関してはそんな変わってないかな。で、手法として何か、じゃあなんか今までの積み重ねなんだけど、結局はなんだけど、その積み重ねる、ちょっと積み重ね方をなんかいろいろ変えるのも自分らしいことかなと思って、で別に自分名前変えることにそんなに抵抗は実はあんまなくて、うん、どうせ俺だしっていうだからそこはもしかすると逆に自信家なのかもしれないですけど、でマリエに関してはその逆に自信がない、自分に自信がないというか、そういう側面があるかもしれないんですよ、はい、うん、ただまあ面白い方に舵切った方がいいかなと思った時に、2人名前を変えるチャンスがここでやってきたのかもしれないとか思って、はい、じゃあ、いい機会だから別にいいんじゃないかなというようなあのノリだったりする。でそこにその自分の人生をかけたりとか、その今までやってきたことに対するそのなんというか、なんか守ってきたもの、そこにあんまりその田畑、というものにそんな、必要にこだわってたわけではないというか、うん、逆に僕が名前を変えたその数字の10、10ってものを、ものの方が結構自分にとっては今重要だったりしてて、で、うん、逆にこの今田畑っていうのは便宜上みんながそれを求められてる部分みたいなのをこっちに残して、だから誰も求めてないっていうか、でも自分的にはこっちの方が大切なんだなと思うことの、なんか純度の高いものをバンドに残しそうみたいな。だから、リナ Q もそこに関しては、リナ Q は僕が命名したんですけど、はい、もともと彼女 AV 女優で、結城リナって名乗ってたんですけど、はい、そのアナグラムというか、リナはそのままで、勇気を、文字を分解して入れ替えただけなんですよ。キユー、勇気、キユー、キユー、キュー、キュー、キューにしちゃおう。で、クエスチョンだから、ちょっとミステリアスな雰囲気出るしっていう意味で、リナキューにしたんですけど、で、そのリナキューに関しても、彼女のその、漏らすと沈む、もしくはその自分のその音楽に対する情熱みたいなのを 100% 注げるのは、実は漏らすと沈むなんだって言ってくれたこともあって、自分でシンガーソングライターやってる時よりも楽しいと、うん、だからそういう意味ではそこをなんかこう他人からどうこう言われても続けれるような、そのなんというか根城にしたいっていうところがあって、うん、でそれを徹底してやるんだったらマリエも田畑も切り離しちゃっていいんじゃないっていう、その代わりそこにいるなんかそのモラスとシズムというものとテンとリナ Q が作ってるそのものに関してはあまりその売れる売れないとか、まあもちろん広げて聞いてほしいとかそういうのはあるんですけど、作るものにこう 100% 注ごうと、なんかマリエのこと気にしながら音楽作るの嫌だなとかそういうことからちょっと逃れようという避暑地的なところですかね、うん、そういう感覚だったりするんですよね。でそれを全部ひっくるめて背負うというやり方もあるにはあったと思うんですけど、僕ら的にはそこはなんか距離を置いてみるっていう方法を今ちょっと試験的に取り入れてるって感じですかね、うん、でそれによってじゃあなんか言動が変わるのかとか、何かものすごいことさら大きなことが起こるのかっていうのはまだちょっと実感としては湧いてない状態、まあ言ってもまだ3日ぐらいしか経ってないんで名乗ってからっていう状況ですね。なので人の目を気にするっていうのはあるにはあるんですよ。マリエとしてはある、で田畑としても多少ある、うん、でじゃあ自分で何かをこうそのアーティスティックな部分がじゃあ田畑やマリエにはないのかっていうと、それもあるにはあるんだけど、うん、なんかこう田畑とモラスはまたちょっと違うのか、違うところに置いても面白いかもしれないし、
マリエに関してはもう完全に違うというか、うん、そのマリエの要素を、モラスに入れることはあまり、しづらいというか、でもモラス用の自分っていうのは確実にいて、そこはセパレートできるのかなという、話しててそういう印象を受けて、じゃあなんか、なんかこう人格がこう別人格みたいな、そういうことで分けちゃおうみたいな、そういう話ですね。わかりました。一回止めますね。あ、はい。あ、結構あれですね。もう30分ぐらい経ちましたね。